こで目乾くわ。ほらめっちゃ目乾いてる。ムース出すって。やるかしよ。さあいいよ。ちょっとムース出していい。これだ一発。でレア刀借りれんで。いやあのいいわ。はい。ちょっといい俺これこうだと目薬できない。情けない。パノラマ TV。 いやー、何したん？悔しくて泣いてんの俺。嘘や、すごいな。嘘つくね。目薬さしてて向上心がすごい。熱っ。ワードルールガチでやった。ガチでやったな。次俺がウルフになったら、うん、お前ら多分気づけんわ。マジ、うん、今俺神が降りてきてる。えワードウルフの。ワードウルフ神。ワードウルフ神。うん、ほら来たわ。おい、まあ、お題で来たと思った。お題これは結構あれやな。スタートします。オッケー。ポチッとな。癖お題やな俺多分な。もう買っちゃうと思う。なるほど。今のでお題で来たって言ったよ。俺もそう思うわな。うん、なるほど。お題に言うと一緒。要はあの最初にそう来たの1個前の話。そうこれもうこれ以上議論する余地ないと思う。やっちゃえな、絶対やっちゃえ。癖強いやん。いやいや、そこじゃない。そこじゃない。そこじゃない。1個前の話。1個前の話でもボケツ掘ってる。ボケツ、いや、ほんまに掘ってんのよ。そんなわけないから。ほんまに。これマジやん。これ、お前、それはよくない。6分半あるから、まだ。じゃえ、もうやっていこう。ずやっていこう。戦おう。やってみよう。俺は絶対、それはもう、もしウルフやったら勝つよ。はい。もう疑われてるからさ。疑われてるからさ。これで逆転したら、そういう感じ。どうやって逆転するの？じゃあ、どんなイメージ持ってるか、まず聞こけ。ああ、いいや。安い！安からや！黒。暗い。黒暗い？うん。ああ。あれ？一緒だ。あれ？ほら、ちょ、ほらってなって。いや、だからお前ら、あかんねんて。お前らみたいな人間の小さな脳みそで俺を決めつけるのは良くない。黒やろ、黒いイメージ。ほら、ほら疑問に思ってるから。俺赤のイメージだった。あ、でもまあまあ、そんなでもない。赤でもない。うん、赤。え、おかしい。え、ちょ、ごめん。俺赤やと。まあでも、あ、いる、いると思う。いるか。まあ、いるという。俺は、色でいいの。イメージ。イメージでいい。イメージだったら怖いとかさ。あ、強いとか。あ、強い。うん、一緒。え、もう言うてるやん。でもまあ以前買っちゃうと疑われてる。疑われてる状態。なんでだ。まず大前提として、俺一撃目でこれは無理やろ。いや、そんなこともないと思うけどな。え、一度くらいって別にいける。いや、俺はすごいなと思う。すごいよ。え、だってこのお題が来た瞬間がさ、確かに多少バグチかもしれへん。まず、いや、まずかっちゃんがまず疑われてますっていうことは、俺ら共通で変違う方やっていうのも分かってる。違う方、そう、もうイメージがもうつかめてるってことや。もう俺は伝えたい。もう一個もう、そうそう、かっちゃんのもう一個は、いや、もう一回とがつかめてんの。もう一個が外れてる可能性全然ある。まあまあまあ。勝負。マジで。全然ある。そうはないと思うけどな。俺がボケツを掘ったって言った瞬間のレイヤーの反応めっちゃ早かった。いや、多分まあ共通で間違ってる。そう。なんか質問ない。逆に。まだ俺してんの。全然。え、じゃあ俺、あ、でも感づかれたかもしれないな。ああ、もう。一発で。やとしたら俺マジで天才ウルフやで。あ、じゃあ質問者多いな、かっちゃんに。じゃあ質問者。じゃあ質問者じゃん。ここのお題が関わるゲームの名前を答えてほしいです、うん。めちゃくちゃいい。なるほど、めっちゃしっくりきたよ。順番は順番。かっちゃん。ヤストミで。なるほど。ゲーム。難しいなぁ。だって感づかれるもんな。まあでも、パッと思いついたのは稲妻イレブン。ほら、な。ほんまや。ほら、な。こいつ。ほら。いやでも、いい人ほら。すまん。ほら、もう特定できんできん。どうしようかな。トミーにしてもいい？あ、いいよいいよ。トミー。
え、そのもう一回質問してもらっていい、そこのお題の俺たちが関わる、深く関わるゲームを、なんていうんやろ、もう、ごめん、ちょっと俺もう、でも、あーって言ってたんやったら、それが正直俺、答え、うん、それを出しゃいいや、じゃあ、俺もそれが答えになっちゃう、あー、トミーの思いに、俺が思い浮かんでるゲームは、もうそれが答えになっちゃう、でもいいんちゃう、逆に俺、すごいで、うん、それじゃないやつで、レイヤーを屈服させてるから、今、疑えてない。もういやもう全員としてはそれはすごい答えだった。いやもういやでもああーっていう感じ。ちょっと考えなかった、うん。ちょっと考えてあはあなるほど。特定のそのなんていうのなんか例えばこれと戦うとかじゃなくてってことになる。そうやな。全然分からない。でもそんなんでもがっつり答えないやつを俺が一発目から言ったらそれこそ俺じゃないやつに特定されてまうから。でも今回別にそんなにそこまで。これ本当にいいかもしれない。やろ。そうなんだ。わからへん、マジ。じゃあ、トミーに言ってみてよ。じゃあ、答えになっちゃうねん。もういいよ、いいよ。え、ちょっと、ほんまの答えやねん。え、これ意味わからへん。え、なんていうの、その、なんかのゲームなんか、もう答えになっちゃうゲーム。え、それないの他に。他は。いや、もうそれの印象が強すぎて、他って言われると出てこへんというか。なんていうの、もう、監督さんとしては、もう、そのお題が答えになっちゃうゲームというか。いや、伏せていいって言われて。伏せるっていうか、どう伏せるの？だから、俺らが。いないで以外で何 RPG かアクションか。もう言うわ。だからもう RPG だからない。もうなんか、それ。あー、トミー、絶対トミーや。そのゲーム。意味わかった。そのゲーム。一瞬で意味わかった。トミーのはもう、マジで意味わかった。もう一個何がわかった。え、何？わかった。俺分かった。もう俺やろな、だって。もう絶対出戸場にいるやろ、だって、嫌いに。ほら。おらんやん。違うねん、違う。そっちじゃないんか。多分違う。てか、トミーじゃないかもしれん。え？普通に。分からない。もう俺、ほんま何の話なのか分からなさすぎる。最初買っちゃう。見慣れとか分からない。見慣れの意味か、俺分かってる。いや、明確に。俺だって、分かるやろ。これやんな。人物じゃなくて、だから、言っていいんかな。わざ。わざ。トミーは見たことないから、分からへんの。そうやん、ほんまに分からへん。だから、そうか、トミー、稲妻ヘリも通ってない人間、見たことない。あれ、通らんといけない。いける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 やっぱ全然話ついていけへんねん。え、何の話してんの？え、そう、ゲーム、じゃあ、ヤス、あ、じゃあ、ヤス聞いても。え、待って、いないねの、そういう感じで言うんが面白いな。あ、え、じゃあ、もう俺にも分かるように言ってほしい。で、じゃあ、もうこれで、もうとりあえず俺も味方がいなさすぎてもう分からへんのよ。だから俺は一緒やでって言ってあげたい。逆に言ったら、だってこれで隠れたら、でも確かにこれヤスの返答次第で結構決まってくるな、方向性。ちょっと待ってよ、ゲームやんな、うん、むずいな。俺もでも名前があってゲームはゲームアニメやったらね。ああ、アニメでもじゃあ最後 Z になるやつ。ああ、はいはいはい。意味わかる。分かった。意味わかる。めっちゃ分かった。もうやったら、あ、そうやな。やろ？そうや。そういうことやろ？で、ちなみに、まあ、そういうこと。何でも言う、別に。え、その、の、キャラの、うん。あ、そう。全然ついていけへん。え、嘘やろ？トミー、これでついていけへんの？だって、これはだってトミー。いや、トミーは多分あれやねん。どういうこと？いや、だからトミーに足す。トミーに助けるね。じゃあ1個もう俺から言えるのは、じゃあ今の話1個も正直ついてけへんねん。稲妻ゆりのなんとか Z。 え、それはめっちゃ有名なんです。なんとか Z。 めちゃくちゃ有名や。 Z だよ。あ、そっちか。あ、そっち。でもじゃあ多分もう、あ、ちゃんとそう、わかる俺の意味。それちの、あ、そう違いの方もある。そうそれもある。で、だからこっちの俺が言ってた方は確かにトミー知らんけど、メイネの方は絶対知ってる。そう、もう大好きやん。じゃないのかしら。俺が好きな Z。 分からんわ。これトミー大丈夫か。いや、トミーにフリーなお題やわ、これは。なあ、そうだ、ちょっとかわいそう。じゃあ、行きましょうか。正直かわいそう。うろやと思う人、指差しましょう。せーの。
もう全く分からない。全く分からない。いやこれトミーやろ、これは。これがトミーや。はい、どうだね。怖いってそういうことか。そう、俺神様やと思ってん。なんか最初さ、なんかあ、そう、俺も神かなやろ言ってたから。神、俺が神や、よし来たって言うから、ああ神と魔王なんやと思って。あ、そうそうそう、俺はまあ俺としては神様と王様なんかなと思って。ああ、だから、あ、そうか、そうか、そうそうそう。いや、あかんねんて、そんな危なっ。よくわからん言いがかりで、こんなたまったもんじゃん。いや、最初の理解できんかったよ。なんか2人がすごいかっちゃんいた時に、うん、え、どういうことと思って。俺あんま最初ついできんくて驚いてたもん俺。なんでやろ。まあ、魔王ったら黒怖いわ。もうほんまそうやな。一瞬で終わらそうと思って、あの、おもろいから。確かに。ヤスに乗っかって、あの、うん、もう、6分半ぐらいで終わらせたら、適当にあの、買っちゃえなって俺言ってさ。あ、そういうことやった。そうそうそう。そういうことは一瞬で終わらせたろうと思って。だから、特に深い目はね。特に深い目はなかった。